皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、今回なんですけれども、結構ね、実は、悩んだというか、どうしようかな、というような気持ちではおったんですけれども、まあね、ちょっと自分が、仲良くさせていただいてます。同じナルコレの実況をされてる、方ですね。名前は、ちょっとね、出さないですけど、英語読みすると、美味しいエビみたいな、美味しそうなエビみたいな方がね、結構頑張ってらっしゃったので、ちょっと自分もね、敵討ちじゃないけど、ちょっとね、やっていこうかなと、いうやつ。やるのは当然これ。で、ちょっとね、補足なんですけど、前回、おとついぐらいかな、ライブ配信させていただいた時に、こっちの方ね、ちょっと10連だけ引かせていただいたんですけども、なかなかね、紙引きをしてしまったんで、らしからぬ引きを見せてしまったっていうのがあるんで、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、ライブ配信がね、これ1時間ぐらいあるんですけど、最後の方にね、ガチャガチャしてるんで、良ければそこだけでも見ていただければなと思いますというところで、これをね、引いていくんですけれども、ちょっとその前にね、ちょっとこれやっていいですか？これで、景気づけに引く、もしくはダメやったとしても、悪い海を出すというような感じで、一回これを踏まえて、これをやっていこうってやつ。これのところは、とりあえずおさらいしておくと、とりあえず、上やね。当然、ナルト&ミラと、これの絆キャラを狙っていくっていうのはもう言わずもがらなんですけど、当然、この下の、キャラたちも、ひなただとか、今、昇級でもすごい出てきてるよね。このひなただとか、あとは、イズナ。この辺のキャラたちはすごい欲しいとは言え、0.8% の中の、こんだけのオール中の 0.8% なんで、なかなか難しいかな、というような感じなんですけども、やっていこうよ。とりあえず、これ、聞いて、やっていこう。とりあえず、ここで、引きを見せれたらいいかなというような感じで、さらっといこうか。これね、はい、2枚目。新キャラのピックアップが出るでしょう。はい、3枚目。4枚目。お、来ましたね。ああ、持ってるやつだね。5枚目。6枚目。欲しいね。カミナルトとか、あの辺が、実はめちゃめちゃ欲しいんだけど、なかなか厳しいよね、さすがに。出た方っていうのはツイッターとかでもね、拝見させていただいて、ぼちぼちおるんでね。そろそろ自分のとこにも来てくれてもいいんじゃないかなと、軽くは思っておるが、これラストぐらいかな。はい。はい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 。いいよ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 。っていうところでちょっとね、売却だけしとこうか。ごめんなさい。とりあえず、入手順でやってるんで、こう。こんな感じで売却しとこうか。はい。はい。で、前回のその紙引きのそれをしたときは、ちょっとね、ちゃんと参拝してたんで、いろんな方の、マイピを、ね、参拝をさせていただいて、ね、もう人席いっぱいあったし、ね、神の、トッププレイヤーの、方もちょっとね、言っといて、はい。っていうような感じでいいかな。6周年おめでとうってことで、はい。医療さんとこにも言っといて、っていう感じで、行くぞと、いうような感じなんですけれども、当然の狙いはね、ここなんで、この二人、この親子、行くんで、仇は取ってやろうってやつ。ああ、いいね。さあ、行きましょう。ただし、再三言ってるように、この演出がどうっていうことはないんですけど、大の木から来ると。3枚目。確定枠で出てこなかったっていうところで言うと、かなりね、期待度的には、ちょっと小さいものにはなってしまうかな、どうしても。これが6枚目ぐらいになるかな。はい。7枚目ぐらいかな。もうちょっと黄色はいらないよ。この辺で来るかな。はい。そうそう。こういうことがあるの。こういうことが。いや、もう、もはやきついよね。さすがに。ラストかな。そうそう。襖演出、なくなりましたか、上さん。はい。なんかなくなりましたよね。ちょっと、まことしやかに定かれてはおるんですけど、なくなってるよね。言っちゃいいんだけど、もうね、あんな、言うて、ってとこあるんで。
ああ、2連続。うん、カエルが1匹も飛んでこへんっていうのはちょっと不穏の空気しかないかな。うん。さあ、2枚目。ここ、大事よ。うん、来たね。来たね。ああ、期待はさしていくスタイル。はい。4枚目。もう1枚引きたいね。こうなったら。うん。最初の方に出たっていうところがあるんで。うん。もう1枚欲しいよ。はい。7ぐらいかな。はい。来ないね。次がラストかな。はい。まあ、っていうところで、まあ、ここまでは、何の絵にもなってない。何の絵にもなってないが、次よ、次。ここよ。ここで、引く。ここに来てタップだって場合は辛いんじゃないのかな。まあ、行こうか。2枚目。ん、来たね。わあ、違うんだよ。お宅の息子を連れてこないと、ずっと言ってるよね。5枚目。もう一枚欲しいよ。もう一枚欲しいよ。このまま終われへんよ。はい。親父、嫁と来て。親父、嫁と来て。ライバルと来て。師匠と来て、師匠じゃないか。先生と来て。まあ、ライバルと来て、終わると。はい。はい。いやー、渋いね、相変わらず。まあ、ちょっとね、敵討ちをするだとか、なんだとか、ちょっと最初の方ではね、でかいこと言ってましたけど、完全に返り討ちに遭うとね、いうような感じで、ごめんなさいって感じなんですけれども。まあ、ちょっと今回に関してはもう絵にもならへんかったね。また動画を出すんだけどね。っていうような感じで、追加で、まあリベンジじゃないですけど、まあリベンジやね。リベンジ、そして敵討ちみたいな形で30連ちょっとやってみたんですけど、まあ残念ながらね、やっぱりゲットできなかったと、いうような感じなんですけれども。まあ、ちょうど今、撮ってるんがお昼ぐらいなんで、今頃は昇級試験ですね。まあ、頑張ってらっしゃる方は、ほんと最終局面に入ってきてるんだろうな、というような感じなんですけども。まあ、自分はもう、早々にちょっとね、もう終わったっていうような感じになってるんですが、この動画が出る頃には多分もうね、終わってるような感じにはなってると思うんで、もう皆さんお疲れ様でしたっていうような感じにはなってると思うんですけども、またね、結果の方が、届き次第、またね、その辺の動画を、出していきたいなと思いますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたらご覧いただければなと思います。というところで、今回の動画はここでお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。